どうぞ。よし、行きますか。はい。どけ行ったらいい？じゃあこっちに出てもらっていいですか？うわ。なんか今グンと出るね。はい。力は強いと思います。おお。加速は強いです。強いね。はい。ちなみに前のやつ、1個前のやつっていうのはそのモーターの出力っていうのが80キロをやったんですよね、うん、80キロワットっていうやつだったんですけど、今度はバッテリーが容量が大きくなったんでモーターの出力を上げることができるようになったんですよ。ああ、今日暑いね。暑い。エアコン入れましょう。エアコン、はい。温度は24度ぐらいにしておきましょうか。これ40キロやけんね。はい。40キロワットの今バッテリーが積んである、うん、っていうか速度が40キロやもん。ああ、そうですね。そうです、そうです。40キロです。俺、はい、めっちゃやっぱいいね。あ、ありがとうございます。おお、めっちゃ速いね。モーターなんで、うん、やっぱエンジンみたいにですよ。まあ、まずガソリンが燃料ポンプを通ってエンジンまで行って、エンジンがこう空気吸って、うん、プラグで点火して爆発させて、またミッションの方に行ってっていう動きがないじゃないですか、うんうん、だから電気なんでタイムラグがないんですぐ加速するんですよね。そうよね。だからもうパワーとしてはすごいですよ。めちゃめちゃ走りますから。しかもさ、はい、音もせんしね、あんまり。そうです。ヒューンっていうぐらいですね。でこれ400キロ、これさ、はい、あと今 64% で、で172キロ走りますっていう。あ、172キロね。はい、大体ですね、うん、これまっすぐ大丈夫です。これいいっすよ。なんか気持ちいいね。はい、これやっぱ乗りやすいとは思います、うん。これちなみに最高速ってさ、はい、180出る？多分出ないし。出らんたい。モーターの出力の上限っていうのがあるんで、うん、多分150、60ぐらいだろうと。ああ、まあ実際試してないんで出るかもしんないですけど。これなんか今ただ D やね。今 D ですね。なんかいろんなモードはないったい。あります。一応E ペダルっていうモードがあって。あ、それしてみろよ。要はこれで E ペダル。これ止まるんやろ？止まります。またその止まれるで止まってみるのか。はい。これどっち行く？左っす。これでもコツがいるね。はい、そうなんです。慣れないとちょっとダメ。ほんと止まるね。止まります。これは何回だ、誰かになんか相性悪く、すいません。いやいや、全然。これはい、エクストレイルのさ、はい、エコモードでしてさ、うんうん、エコモードの改正を強にするとね、はい、ちょっとこれっぽい。止まりはせんけど、はいはい、結構エンジンブレーキがさ減速が効くでしょ、うん、あれが確かね 0.1G なんですよ、うん、でノートの E パワーが 0.15 やなかったかな。うん、でこれ 0.2 なんですよ、 G のかかり方が。止まるっていうのはすごいね、これ。そうなんです。本当ワンペダルでいいってことだね。そうです。だから踏み替えをせんでいい分相当楽になる。楽しいでしょ。楽しい、楽しい。静かです。はい、乗り心地もなんかソフトな感じでいいね。あ、ありがとうございます。本当これ外すと、はい、外したらグーってくるでしょ、ね、でも例えばさ高速道路でパッと外したら、はい、それなりやろ。速度に合わせたらそれなりやろ。そうですね。ただヘリカスピードの減速の仕方は速いっすよ。うん、まあ、ギューンって減っていきます。ギューンって落ちていく。もちろんそういう時も回生ブレーキ、回生しようやろね。してます、してます、うん、意外とこれ街中の渋滞時の方がいいかもしれない。 E ペダルはですね、 E ペダルはそんなにスピード出さない時の方がいいです。これが E ペダルの解除とか。これ、もうこう、ベッド押すだけ。ああ、まあ、普通の、ああ、でも、俺こっちの方がいいかもしれない。ノーマルの方が普通はね。はい。うん、惰性な運転ができるけんさ。ああ、ですね。うん、峠とかさ、はい、あれワインディング走る時とかさ、はいはいはい、意外と E ペダルいっちゃない。ブレーキがグッて効いて、ブレーキ踏まんで、そんな、はい、
してくれるけですね、うん、だから下りとかはいいですよ。ああそうよね、はい、でこれプロパイロットやもんね。そうです、プロパイロットは俺んとも追跡、まあ、あの変わらないです基本的には。いやーすげえ、いろいろ設定は変えられます。もうエクストレイルも一緒ですよね、中野さん、そういうところ本当にね。だから1日のですね、うん、まあ走行距離っていうんですか、うん、が50キロぐらいの人とかいるじゃないですか、うん、は、まあ2日に1回とか3日に1回ぐらい充電をすればいいんで、家でも普通の充電できるんやろ。できます、できます、ただ時間がかかるってだけよね。ただ時間がかかる、ただそのゼロの状態から充電するってまずないじゃないですか、ガソリンとかでもそうですけど、そんなカスカスまでこう乗ったりってあんまりないじゃないですか、うん、なのでそこまで、まあ今まで通りの使い方やったら 50% ぐらいで充電しよっかなっていうことであれば変わらないんですよ、うん、ただゼロから充電しようってなったら 100% になるまでに16時間かかるあ普通のやつやったら、まあ帰ってきて差し込んで、まあ、まあ満タンゼロからねなとかないけどね。そうです、ただ大体 70% ぐらいの状態で出るみたいな感じになるだろうと。まだ未来よね。ん？まだ実際走りよう。いやー正直まだないですね。これいくらぐらいすると？これですね、一番安いので315万から。あー、このグレードやったら399万。これ車両本体価格やろ。はい、じゃあ乗り出しって450ぐらい。まあ、ま、そこまではいかないと思いますけど、30、40ってとこかな。に補助金が40万。それはその補助、それから40万引かれるってこと？引かれるっていうかですね、それが入ってよ、もう入ってくるんです、お金が戻ってくるみたいな感じ。え、どういうこと？400、だから430万やったとするじゃないですか、うん、実質価格としては390万っていう話なんですよ、うん、その消費を込み込みで430万ですよって、うん、でお金払ってもらうじゃないですか、うん、430万分かった払うわっつってポンと払ってもらうでしょ、うん、でそこから差し引かれるんじゃなくて、うん、国から後で返ってくるみたいな。後で返ってくる、ね、そう、申請を出さないと返ってこないって、もらえないっていうやつなんで。返ってきました。見よう、ミスやっぱ、いやみんなこんな感じですねあ、みんなこうね、GTR とか、まあ、物珍しいっていうのもあるので。ここにも車止まった、ちょっとやってみる、あれ。あ、やってみましょうか。じゃあここ行きましょうかね。ちょっと待ってくださいね、うん、はい、OK です。この辺に止まってもらって、うん、これを押すんですよね。これを押します、うん、これを押すと、こうやって画面にこう出てくるんですよ、うんうんうん、で、駐車位置、これ縦列じゃないんで、うん、前向きでもない、車庫入れ、車庫入れこれなんですよね、うんうん、で駐車する場所っていうのが何、俺変なこと見た。あ、これか、これを押して、うん、こんなもんかな、うん、で、うん、OK なんで駐車解消押すでしょ、うんうん、でこれをねずーっと押し続けてください。そしたらもうあとブレーキとか何にも操作しなくていいです。ハンドルはハンドルもいいです。おお、ただし押し続けてください、ちゃんと。たくさんできたで、ちょ、大丈夫です、大丈夫です。これすごいでしょ。ほんとね、きっちり入りますから。あ、人がああやって歩いておったら、あれだ、反応します、ね、ゆっくりになったもんね。はい、今セレナが入ってきて前を通ったんで、それに反応してピッツって。大丈夫です、終了します、はい、外してで離してです、ブレーキ踏まないと。あ、
これでもうパーキングにも入ってます、うん、ピンに入ってサイドブレーキがかかって終了渡した。いや気持ちよかった。お疲れ様でございました。